<ズ> IOC ・国際オリンピック委員会は16日、心と体の性が一致しないトランスジェンダーの選手や、男性ホルモンのテストステロン値が高い女子選手などをめぐり、それぞれの国際競技連盟が出場資格の基準を決定する上で参考となる新たな指針を発表しました。これは テストステロン値が12ヶ月間一定以下などの条件で女子競技への参加を認めた2015年のガイドラインを改めたもので判断は各競技団体に委ねますこの中で IOC は無差別公平性証拠に基づくアプローチなど10項目の基本原則を考慮するよう求めていて 選手がトランスジェンダーや性の多様性などを理由に排除されないことを目的としています IOC は250人以上のアスリートや専門家などとおよそ2年間協議してまとめました